クロマサブサンプリングとは、輝度よりも色の変化に対する低い人の視覚系の視力を利用して、ルーマ情報よりもクロマ情報の解像度を低くして、画像をエンコードする手法である。この手法は、アナログとデジタル両方のビデオエンコーディング手法で使用されており、JPEG の符号化でも使用されている。フルサイズ表示、この画像は4種類のサブサンプリング手法の違いを示している。 カラー画像がどれほど似ているのかに注意。下の行は色情報の解像度を示している。多くの場合、デジタル信号はファイルサイズを縮小し、送信時間を節約するために圧縮される。人の視覚系は色よりも明るさの変化に遥かに敏感であるため、ビデオシステムは色素成分 CB よび CR よりも軌度成分により多くの帯域幅を割り当てる。 ことによって最適化できる。例えば、8宿画像では4、2、2YCBCR 手法は、サブサンプリングされていない4、4、4RGB の3分の2の帯域しか、必要としない。この帯域の現象は、画像の干渉者によって知覚されるような、視覚的な差異をほとんどもたらさない。通常の観察距離では、より低い例と、つまりより低い解像度で、 色のディテールをサンプリングすることによって認識可能な損失が発生することはない。ビデオシステムでは色差成分を使用することで実現できる。信号は軌度成分と2つの色差成分に分けられる。様々なフィルターを使用して解像度を下げた黒チを得ることができる。ルーマは3室にガンマ補正が介在することで軌道と異なるためプライム記号をつけて区別する。 ガンマ補正された信号には明るいレベルよりも暗いレベルに多くのレベルが割り当てられることによって人の視覚の対数感度をエミュレートするという利点がある。この結果元画像の3刺激値信号である RGB 入力で広く使用されている。SRGB テレビのレック六百一、レック709及びレック二千二十などがこのような色空間の例であり、 この概念は REC 2020の広角伝達関数で一般化されている。通常、サブサンプリング手法は、幅が J ピクセルで高さが2ピクセルの概念的な領域のルーマとクロマのサンプル数を3つの要素の比率 J、A、B かアルファチャンネルがある場合は4つの要素の比率として表される。各要素は、この表記はべての組み合わせで有効ではなく、 例えば4,1,0,4,2,1などの例外がある。蒸気のマッピング例は、理論上のものであり、説明用のものである。また、この図では、エイリアシング回避のために適用する必要がある。クロマフィルターが示されていないことに注意が必要である。4,4,4に対する必要な帯域幅の比率を、計算するには、すべての係数を合計して12で除算すればよい。 YCRCB の3成分それぞれは同じサンプルレートでクロマサブサンプリングは行われない。この方式はハイエンドのフィルムスキャナーや映画のポストプロダクションで使用されることがある。4、4、4という表記は暗黙的にクロマサブサンプリングが行われない RG、B 色空間を示している場合があることに注意が必要である。ハドカム SR などの形式では デュアルリンク HDSDIK で4、4、4RGB を録画できる。二つのクロマ成分はルーマの半分のサンプルレートでサンプリングされ、水平の色解像度は半分になる。この方式では、冷やし縮ビデオ信号の帯域幅の3分の1を削減できる。多くのハイエンドデジタルビデオ形式及びインターフェースがこの方式を採用している。このサンプリングモードは J。 A, B 表記では表現できない。4,2,1は以前の表記方式から廃止された用語であり、ごく少数のソフトウェアないし、ハードウェアコーデックがこの方式を採用している。CB の水平解像度は CR の半分である。4,1,1クロマサブサンプリングでは、水平の色解像度は4分の1であり、クロマサブサンプリングなしの場合と比べて、帯域幅は 半分になる。当初、DV 形式の4、1、1クロマサブサンプリングは、放送品質とはみなされず、ローエンドの民生用途のみが受け入れられていた。しかしながら、DV を元にした形式は、イングリッシュや創出サーバーで、業務用途で使用された。DV は、長編映画やデジタル式映画撮影でも時々使用された。NTSC 方式では、 ルーマは 13.5MHz でサンプリングされ場合には CR と CBE 信号がそれぞれ 3.375MHz でサンプリングされることを意味しこのナイキスト帯域幅は 1.6875MHz となるが従来のハイエンド放送用アナログ NTSC エンコーダーは IQ チャンネル用に 1.5MHz よび 0.5MHz のナイキスト帯域幅を有していた ただし、ほとんどの機器、特に安価なテレビ受像機や VHS、ベータマックスといった家庭用 VTR では、クロマチャンネルの帯域幅は CR、CB ともに0 5ヘルツしかない。したがって DV システムはフルのデジタル信号のクロマ帯域幅の4分の1しかないにもかかわらず、NTSC の最良のコンポジットアナログ仕様と比較すると実際には、 優れたクロマ対域幅を有している。4、1、1クロマサブサンプリングを使用する形式は以下の通り、4、2、0では水平のサンプリングは4、1、1の2倍だが、この方式では CB 及び CR チャンネルは1、ライン置きに交代でしかサンプリングされず、垂直解像度は半分になる。データレートは4、1、1と同等である。この方式は、 NTSC の半分の垂直色解像度しか有していないパルの色エンコーディングシステムに適している。また、シコムの色エンコーディングシステムと同様に4、2、例はラインごとに一つの色チャンネルしか保存及び、伝送されないことから非常によく適合しているは、櫛のようなクロマアーティファクトの出現をもたらす、可能性がある。オリジナルの静止画。静止画への4、2、 例イプログレッシブサンプリングの適用。両方のフィールドが表示されている。静止画への4、2、例イインターレースサンプリングの適用。両方のフィールドが表示されている。インターレース素材をプログレッシブ化する際には、クロマを垂直方向にぼかすことによって、4、2、例イインターレースサンプリングに起因する駆使状のクロマアーティファクトを除去することができる。この比率は可能であり。 いくつかのコーデックがサポートしているが、広く使用されているわけではない。この比率では、垂直が半分、水平が4分の1の色解像度を使用し、最大の色解像度の場合に比べて8分の1の帯域しか使用しない。8ビット量子化のこの形式の冷やし縮ビデオは、各マクロピクセルにつき10バイトを消費する。この方式は、 ディレイラインデコーダーを使用したパルの i 信号と同等の色帯域幅を有し、NTSC よりははるか優れている。ソニーがはドカム高精細レコーダーで使用。水平方向に、ルーマはフル HD の1ラインあたり1920、サンプルの4分の3となる1440サンプルでサンプリングする。クロマについては、ルーマの3分の1の サンプリングレートとなる1ラインあたり480サンプルとなる。垂直方向にはルーマもクロマもフル HD のサンプリングレートとなる。色サブサンプリングなしの元画像。を200%表示。サブサンプリング後の画像境界近くで明るさににじみが発生していることに注意。クロマサブサンプリングには主に2種類のアーティファクトがあり。 色が急激に変化する場合に良いとしたよりも目立つ劣化を引き起こす。YCBCR のようなガンマ補正された信号では黒間の誤差がルーマに滲むという問題がある。これらの信号では黒間が低下すると実際には同等のルーマを持つ色よりも暗く見えてしまう。その結果、飽和度の高い色が低飽和の色や補色と混ざり合うと境界でき度が低下する。 これは、マゼンタと緑の間でよく見られる。元の値により近いサブサンプリングされた値の組み合わせを得るためには、ガンマ補正を元に戻して計算してから再度、ガンマ補正された色空間に戻る必要がある。輝度の荷重平均を使用したり、WebP のルックアップテーブルや SJPEG のシャープ IUV 機能を繰り返し、使用するなどで、より効率的な近似も可能である。 クロマサブサンプリングによって発生する可能性があるもう一つのアーティファクトは、クロマの再構成時に色域外の色が発生することである。画像が1ピクセルの赤と黒の線で構成されており、サブサンプリングによって黒ピクセルのクロマが省略されているとする。赤ピクセルからのクロマが黒ピクセルに再構成あれ、新しいピクセルは、正の赤と、負の緑と青の値となる。 ディスプレイは、負の光を出力できないので、これらの負の値は、実質的にクリップされ、結果とのルーマの値は高すぎることになる。同様のアーティファクトは、かなりシャープな赤、黒の境界付近のグラデーションの、あまり人工的ではない例で発生する。サブサンプリング中の他のタイプのフィルターも、色域から外れる原因となりうる。YUV という用語は、アナログのエンコーディング手法を指し、 デジタルエンコーディング手法は YCBCR である。両者の際の一つは、クロマ成分の比率が異なることである。しかしながら、YUV という用語が誤って YCBCR を指すために使われることがよくある。したがって、アナログエンコーディングには 4X、X のようなものがないことから、4X、XYUV などの表現は常に 4X、 x, y, c, b, c, r を指している。同様に、軌道及び記号 y は、しばしば誤って、記号 y と表記されるルーマを指すために使われている。映像工学のルーマは、色彩科学の軌道から逸脱している。ルーマは、ガンマ補正された RGB 成分の荷重和として形成される。軌道は、リニアな RGB 成分の荷重和として形成される。実際に、 CIE の記号は I はしばしばルーマを表すために誤用されている。1993年、スンプとはエンジニアリングガイドライン EG28 を採択して2つの用語を明確にした。プライム記号はガンマ補正されていることを表すために使用されている。同様に映像工学のクロマ、サイドは色彩工学のサイドとは異なっている。映像光学でのクロマ、サイドは シニア成分ではなく、ガンマ補正された重み付けされた三刺激地成分から形成されている。映像工学の実践では、クロマ、サイド及び、フォワードという用語がサイドを表すために、同じ意味で使用されることがよくある。クロマサブサンプリングは、NTSC 規格に発展した RCA によるカラーテレビの開発のために、1950年代にアルダベットフォードによって開発されたが、 ルーマクロマ分離はこれに先んじて1938年にジョルジュ・バランシによって開発されていて、研究を通じてベッドフォードは人の目が白黒に対しての未解像度が高く、黄色や緑などの中程度の色ではやや低く、スペクトルの端の色である赤や青でははるかに低いことを示した。この知識を使用することで RCA はカメラからの青信号の大部分を 使用せず、緑の大部分と赤の一部のみを保持するシステムを開発できたが、これが、ピク色空間での黒がサブサンプリングであり、ルーマ、木、緑、赤、青の解像度が低下しているという点で4、2、1サブサンプリングにほぼ類似している。ありがとうございます。